半若寺郷像と十三十石と共に重要文化財半若寺は、奈良市北部、奈良坂にある神言、立州の寺院。三号は、保正山。本尊は、文殊菩薩。コスモス寺の名で知られる。半若寺は、東大時代仏殿や、正僧院の北方、奈良坂と呼ばれる上り坂を上り切った地点に位置する。半寺を南北に通る道は、 京海道と呼ばれ、大和国と山城国を結ぶ、古代以来重要な道であった。この道はまた、平城京の東端を南北に通っていた東七、防王寺の延長でもある。般若寺の創建事情や時期については生死に記載がなく、創立者についても諸説あり、正確なところは不明である。ただし、般若寺の境内からは、奈良時代の古河原が出土しており、 奈良時代からこの地に寺院が存在していたことは確かで、ある。次元では、除明天皇元年、高栗の僧、絵館の創建とされ、天平七年、聖武天皇が伽藍を建立し、十三十石塔を建てて天皇自筆の大般若経を安置したというが、これらを裏付ける資料はない。別の伝承では、白地五年、蘇我日向が高徳天皇の病気のため建したともう。 鎌倉時代の文英四年、当時の本尊、文殊菩薩像を海岸供養した西野岸門では、般若寺は、聖武天皇が創建し、平安時代に創官権によって再興されたとする説を採用している。しかし、刊権が関与した般若寺は、山城国にあった寺であり、上記の説は、同盟別寺院を混同したものである。この、 関係再高説が誤りであるという点は、すでに、江戸時代、教法20年間の、奈良防目津田中井で指摘されている。信頼できる資料における、般若寺の書室は、天平14年10月3日付の、根高明寺社教所長であるとされている。ただし、これについても、今の奈良県柏市にあった片岡寺を指すと見る説も、ある。この事例を外した場合には、 日本三大実録上岸五5年9月26日以上に登場する添上軍般若寺が初出ということになる。その後、平安時代末頃までの歴史はあまり明らかでない。自称4年、平重平によるなんと焼き打ちの際には、東大寺、幸福寺などと共に般若寺も焼け落ち、その後しばらくは廃寺同然となっていたようである。廃寺同然となっていた半寺は、 鎌倉時代に入って再興が進められた。寺のシンボルとも言える十三十石塔は、僧、吉枝によって建立され、県庁五年頃までに完成した。その後、西大寺の僧、永尊によって、本尊や伽藍の復興が行われた。永尊は、西大寺を本山とする新言立宗の宗祖で、日本仏教における戒律の復興に努め、貧者、 病者救済などの社会事業を行ったことで知られる。半日寺の位置する奈良市外北方地域は、中世には、当時、避妊と呼ばれて差別された、病者、貧者などの住む地域であり、半日寺の近くには、北山十八県湖というハンセン病などの不治の病の、人を収容する施設もあった。A ーゾンは県庁7年から、半日寺本尊文字菩薩像の増留をはじめ、 文英4年に海岸供養が行われた。この文樹像は、死の上に乗った巨像で、完成までに実に12年を要した。その後、炎徳2年の火災、A60 年東大時代仏殿の戦いでの、陛下によって、主要伽藍を消失した。炎徳の火災では前述の映像によって供養された、文樹菩薩像も消失している。明治初期の廃仏希釈でも人大な被害を受けた。 近代に入ってからは、寺は、荒れ果て、無重となって、本山の最大寺が管理していた時代もあったが、第二次世界大戦後になって、書道の修理が行われ、境内が整備されている。なお、般若寺の客殿は、実業家、畠山一世によって、東京都港区白金台に移築され、第二次世界大戦後は、料亭、般若園として営業していた。 老門家佐藤馬、木造文珠防殺機士像石像十三重塔内、納めおけ品の明細奈良坂、平城坂、平城坂とも、奈良坂町も三章、東野春行片岡王子と、二次廃寺、山戸子寺の研究花輪書房、2011年、竹内良、飛鳥寺と所持の全行。 日本古代の寺院と、社会 ISBN978 から4から 82731280OP112 から115.133歴史の、こは主に、橋本、山岸、ピアニッシモ170から178による。橋本、山岸、ピアニッシモ183から185。橋本、山岸、ピアニッシモ179から183。 ありがとうございます。